岐阜工業高等専門学校環境都市工学科広瀬康之と申します。岐阜市役所について紹介をいたします。令和3年1月に竣工し、令和3年2021年5月に開庁をいたしました。この岐阜市役所のすぐ北側にはみんなの森岐阜メディアコスモスがございます。多くの市民の方が文化や歴史、そして市民活動、そして多文化交流の様々な活動を行う拠点になっています。岐阜メディアコスモス司の町からもう少し北の方に行きますと岐阜町と呼ばれる地域になります。この岐阜町、そもそも岐阜町と名付けられたのは1567年に織田信長公が岐阜城に入城したことによるものと言われています。その城下町としてこの岐阜町は栄えることになります。さて、この司の町から岐阜町に入るには中節用水というものがございまして、そこを越えると岐阜町というものになってきます。そこには平田橋という橋があります。岐阜町に入るための平田橋を越えるといよいよ稲葉界隈、そして河原町と進んでいくことになります。河原町というのは長良川の水運で栄えた町になります。この船による水運、北からは郡上あるいは美濃から木材や和紙を運んできます。美濃和紙は非常に有名なもので、これを材料に岐阜提灯ですとか和傘、そしてうちわといったようなものが産業として成り立ってきます。また南の方からは農産物、桑名から農産物を運んでくることになります。それらによって岐阜町、河原町が栄えることになります。さらに岐阜町、河原町のすぐ前にある長良川はとても大きな観光資源にもなっています。特に大きなものは鵜飼、この鵜飼は約1300年の歴史があると言われていますが、それと同じように岐阜町、河原町に栄えたものとして温泉街があります。この長良川温泉は約1300年の歴史があると言われています。かつて長良川温泉の浴衣を着て柳瀬まで出向いてこられる方々がたくさんいらっしゃいました。多くの方が町に来て、そして温泉で楽しんだ後に岐阜の町柳瀬の方まで出向いていくというような回遊性が成り立っていました。このように岐阜駅、玉宮町、柳瀬、岐阜市役所界隈、司町、そして岐阜町、河原町といった町全体で交流して、そして市民の皆さんがおもてなしを町全体でしていくっていうのがとても大切になってくると思います。